ペドロ・グネゴリオ・アルメンダリス・ハスティングスは、メキシコの俳優。エミリオ・フェルナンデス監督作品に出演することが多く、フェルナンデス監督の、野生の花やマリア・カンデラリアでは、スター女優のドロレス・デルリオと共演した。メキシコ映画研究者のカナヤ・シゲアキは、アルメンダリスが、メキシコの情景の主人公たる男性を体現していた、と述べている。日本で、 初めて公開されたメキシコ映画は、フェルナンデス監督の真珠であるとされるが、この作品に主演したのはアルメンガリースだった。1948年には、ジョン・フォード監督の西部劇、アパッチ・トリデや、3人の名付け親に出演している。テレンス・ヤング監督作、007ロシアより愛を込めて、では、トルコ人役を演じ、情報部のイスタンブル支局長に扮した。 絶大な人気を得ていたものの、この頃のアルメンダリスは末期がんに侵されており、51歳の時にロサンゼルスの病院でピストル自殺し、零零七ロシアより愛を込めてが遺作となった。ありがとうございます。